アマンドサーフボードログリズムモデルです。ログリズムは普通のロングボードよりノーズがちょっと細くて、普通のクラシックよりちょっとノーズロッカーがあって、テールロッカーも同じぐらい高さです。サンドフィニッシュで、これはちょっと惚れてる波にいいです。中級者からエクスパート、腰から頭の波のサイズにいいです。レールもすごい薄くて、レール入れやすいように作られてます。シングルフィン、スクワッシュテールで、前の方がボトムがシングルコンケーブ、ちょっとロッカーがあるので、シングルコンケーブはパドルがやりやすいように。ログリズム、アマンドのサーフボードでした。